こんにちは。ゆっくり80、90年代です。今回は加藤玲子さんの80年代、90年代を1分間で紹介します。1969年埼玉県出身。3人兄弟の末っ子で2人の兄と育ったためか子供の頃は性格もボディも少年っぽかった。春日部共栄高校ではバスケ部に所属。江戸川女子短期大学では女子大生ブームに乗ってドライブにテニスにカラオケと遊びまくった。短大2年の1988年、渋谷で買い物中にカメラマンにスカウトされグラビア写真を撮影。この写真が、イエローキャブの野田社長の目に留まり芸能界入り。深夜番組ツルーライトゾーンで片岡鶴太郎さんとエイチなコントをするなど当初は底辺アイドルの扱いを受けていたが、1989年に第16代のクラリオンガールに選ばれ一躍トップグラビアアイドルに。写真集やイメージビデオが次々発売されどれも大ヒット。勢い余って加藤玲子 VS600SEL というメルセデスベンツとどちらがわがままボディか勝負するこんなもん誰が買うんだ的なビデオまで作ってしまう。一番驚いたのはそのビデオを私が買っていたこと。91年以降、本人の希望により仕事の比重をグラビアから歌手活動へ移行。本気で歌をやりたい加藤さんとグラビアを望む世間とのせめぎ合いの結果、曲は豪華作詞作曲家陣を揃えた本格花柄衣装と振り付けは露出たっぷりめというちぐはぐな状態が続く。2001年ゴルフの横尾かなめプロとの結婚を機に休養。多くのファンが喪失感に打ちのめされたが週末のゴルフで横尾プロが活躍すると、フェアウェイ横で応援する加藤玲子さんが中継で見切れることからゴルフが好きでもないのに横尾プロを応援する男性陣が続出。2012年から芸能活動を再開。往年のファンの歓喜の中現在に至る。